イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。はい、ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。エルダースクロールズオンライン、ハイアイルね、前回で、ストーリークエストの方、すべて終了したというところなんですが、新たにね、ファイアソングという、そのストーリーの続きとなる、ダウンロードコンテンツ、が、追加されましたので、そちらの方のストーリーをやっていこうかと思うんですが、その前にね、グループダンジョンの2つ、アーセンリュウとイリュウチ、あとグレイブンディープかな、うん、この2つ、この2つはですね、多分ファイアーソングにつながっていく、まあストーリーにちょっと関わってくるようなグループダンジョンですので、ちょっとその2つをまずストーリーね、まあクエストですね、だからこの中のをちょっとやってから、プロローグからね、ファイアーソングの、ストーリーをやっていった方がいいんじゃないかなと思うので、まずはね、アーセンリュウとイリュウチから、順番に、ちょっと行っていこうかとね、思っております。我々の前に立ちはだかる者は誰であろうと殺す。なんだ、どうしたの？最後の警告だぞ、ローレル。私たちは迎え入れたのよ、歓迎したのに。種を奴に奪わせてはいけない。ドルドル、ドルドルヤイモ、あのクマに殴られていたら即死していたかもしれない。死んでるな、みんな。でも襲われた、このアーセンルート居留地で。まさかそんなことが。居留地か、このドルイドたちに何が起こったんだ。アークドルイドデビリックとファイアソングサークルが攻撃してきたの。ストーンロアはこの島を何百年も守ってきたのに、うん、ここのアークドルイドは居留地をファイアソングに解放したのに、アークドルイドデビリックは彼女を殺した。彼らは皆殺しにしたのよ。なんで、なぜドルイドがアークドルイドを殺すんだ。彼はストーンロアの聖なる種を探しているの。私たちが場所を教えないことも分かっていたんだと思う。ファイアソングの連中は躊躇もせずに攻撃してきたからね。アークドルイドデビリックの好きにさせるわけにはいかない。彼を止めて、報酬が必要だと言うなら私が払うわ。アークドルイドデビリックを止めよう。なぜアークドルイドデビリックはこんなことを、サークルを引き裂こうとしているの。彼はストーンロアの種を探していると言っていた。でもなぜ。彼はストーンサイトの台座に向かっているわ。そこで合流しましょう。ドルイドリアムを助けないと。ストーンロアの聖なる種とは何だ。最後のドルイド王からの贈り物よ。王はそれぞれのサークルのリーダーに種を渡したの。なるほど。必要になる時の備えとしてね。これがなんか鍵なんじゃない。予言を忠実に翻訳するとそうなるわ。私はストーンロアの種について詳しく調べるためここに来たの。だ、各ドルイドの種を集めてくるみたいなの、ファイアソングでやるんじゃないの。ドルイド王の種とはどんな働きをするんだ。ドルイド王の晩年について記録された資料は限られているの。私はおそらく他の誰よりも記録をよく調べたドルイドだけど、その私にさえわからないわ。でもアークドルイドデビリックがストーンロアの種を手に入れるために殺しまで行うなら、好きにさせるわけにはいかない。なるほどな。あなたはドルイドなのか。
私はストーンロアサークルの歴史家なの。ファイアソングとエルダータイドのドルイドたちはよそ者を受け入れる私たちを見下しているけど、これまで暴力に訴えることはなかった。ストーンロアドルイドは私を家族として扱ってくれた。ファイアソングも家族だと思っていたのに。歴史家なのか、なんかバカっぽいな質問が。私はドルイド王の研究をしているの。歴史家なのか。昔は私たちに共通する過去を理解することで、不和を解消できると思って研究を始めたんだけど、なるほど、今では謎そのものに引きつけられるようになったの、うん、正直言うとこんなことを知らなければよかったと思っているわ。まだ希望を抱けたから。ドルイドに王がいたのか。いたのよ、何百年も前にね。王は古代のドルイドたちをシストレス諸島に導いたの。でも王は何か恐ろしいことを予期したみたい。ドルイドたちが3つのサークルに分かれたのは王が原因よ。そして王はそれぞれに聖なる種を与えたの。なるほどね。アークドロイドデビリックのことは知っていたのか。私は以前ファイアソングの島イフェロンを訪ねたの。あの島に残るドルイド王の生涯に関する完全な記録を調べるためにね。その時私が滞在したのがアークドルイドデビリックの村よ。村のドルイドたちは好意的とは言えなかったわ。ファイアソングはアークドルイドである彼を尊敬しているの。アークドルイド、どのサークルにも数多くのアークドルイドがいるわ。全部質問だな。ファイアソングは島をほとんど離れないから何人いるかはわからないわね。アークドルイドデビリックはここへ調べ物に来ているのだと思っていたけど、目的はストーンサイトの台座だったみたいね。ストーンサイトの台座とはなんだ。この居留地は石と根、そして大気の霊魂を要しているの。ドルイドは台座で霊魂と交信し、霊魂と同じように世界を体験できるの。ストーンサイトを得ればアークドルイドデビリックはここの岩場に眠るものすべてを見ることができるわ。なるほど。それがストーンロアの種に近づけるのか。え？それがストーンロアの種に近づけるのか。なんかちょっとおかしいね。あの道をたがえたものは種が地面の中に植えられたと思っているのかもしれないわ、うん、いずれにせよ霊魂が彼を助けるはずはない。彼が流した血がまだ大地に滴り落ちているんだから。空と土は物事を長く記憶するのよ。なるほど。道をたがえたもの。ドルイドはイフレの教えに従う。私たちは真の道を見つけ自然と調和していきたいと願っているの、うん、少なくとも私はそう思っているわ。なるほどね。でもこんなことをすればイフレを不快にさせるだけよ。アークドルイドデビリックとその仲間たちは真の道に従っていないのは明らかよ。なるほどね。アークドルイドデビリックっていうのはストーンロアサークルの人じゃないんだね。ファイアソングの人ってことなんだね。まあとりあえず行くか。で、隠しボスだなんだいるんだけど、このグループダンジョンは。まあちょっとストーリーメインでやっていくつもりなので、ちょっとそのあたりを端折っていこうかなと思ってます。まあいずれちょっとね、グループダンジョンの、まあ攻略動画みたいなやつを作ったときに、ちょっとそのあたりフルで、うん、ご紹介しようかなと思ってます。もうちょっと引くか。ストーンサイトの台座が変よ。なんで？まるで突風みたい。まるで突風？ういういなくなった。どういうことなんだ。腐敗の拡散を続けるのだ。腐敗ですって？やめて。ファイアソング何をしているの？何をしてるんだ。こっちよ、石の盾に隠れて。わかった。ミンディは隠れてない。隠れてない。一応レイコン準備はいい？来るわよ。いた。ガードしきれんねん。ガードしきれんな、これは。はい。
もう死んでるのか、みんな。わかった。この柱が縦に。あ、何？一個じゃないの？よいしょ。ガードできないのかな？はい。よーし。かわいそうな石の霊魂。きっとアークドルイドデビリックの魔術を浄化してあげる。これも見よう。アークドルイドデビリックを追ってディープルートへ行って、うん、私はこの腐敗をどうにかする。どうにかしてあげてくれ。今度ゆっくり見れないからね、ノーラで来ちゃうと。これしばらくこれで、私も手伝おう。しばらくかかるな。先に行っているぞ。ドルイドローレル。なんか宝箱ないのかな。宝箱この辺りにあるよみたいなさ。ねえ、ここ長く来てれば多分そういう知識もついてくるんだろうけど。なんてこと。アークドルイドデビリックが障壁を作ったのね。通れない。どれ、それか。この呪文は強力すぎて私じゃ破れない。鶴の英子を破壊して。鶴の英子ね、こいつらだ。単一の敵の方がやりやすいな。全然あれ？ほら、やっぱりだ。絶対ガードできるタイミングでガードしてんのに、ガードが入ってない。開いたね。2ボスか。アークドルイドデビリック、やめなさい。ローレル、種のありかを知っているのだろう。しとこい。連れてかれちゃったろう。はい、独自を与えろ。お前の声を、お前の血を。リズメよ、私たちの森を守りなさい。守るのだ。私たちを守れ。力を貸せ。行くんだ結局。よし、出てきた。ボスも巻き込みたいね。痛い。ダメだ。ガード。これガードしっかりできてないと怖いね。これはできてないんじゃない。危ね。
ガードできてねえな。ガードのモーション全然入ってないんだもん。なんかやっているとダメなのかな。ガード。ガードが一番大事だこれ。このターンは。あとはこいつメインでいじってしょ。よし。いやいやマジでガードできないってわけわからねえ。ローリルを探せ。あやっぱりね、なんかねやりつんの時にガード押すとキャンセルはするけどガードが入ってない。ほら今ねやりつんした後にガード押すよね。ガードモーションの入ってないでしょ。で改めてガードしないとダメ。うん、いやーしんどいなこれ。この仕様なんなん。話しかけれんな。行け、ドルイドローレルの後を追え。この霊魂は私たちが浄化する。アークドルイドデビリックは多大な被害を与えた。我々の種まで奴に奪わせるわけにはいかない。アークドルイドデビリックはドルイドローレルどこに連れて行ったんだ。スカイトレマーの台座に向かった。潮風の道を抜けられればの話だがな。私はあそこに行ったことはないんだ。霊魂の声が大きすぎるし、あの崖強い風が吹いたら岩場から突き落とされてしまいそうだ。私は足元がしっかりした地下にとどまる。なぜアークドロイドデビリックはローレルをスカイトレマー台座に連れて行ったんだ。大気の霊魂は声に出した言葉を何でも繰り返せるんだ。アークドルイドデビリックが霊魂を刺激しドルイドローレルに集中させるだけで霊魂に種の場所が分かってしまうだろう。もし彼らがあそこにたどり着けばこの死も犠牲も全てが無駄になる。なるほど。ドルイドグイッサ。根の霊魂はいつも境界を越えて育ってしまうの。この状態でも私たちの抑制呪文を押し返そうとしているわ。なるほど。このイフレの司祭たちのこの服いいな。ドルイドローレルだけでやったのか。彼女はここにいるべきだ。森に必要な存在だ。怒りは克服すべきものだと言われているが、アークドルイドデベリックには報いを受けさせてやる。あーちょっと気の強そうなお姉さんだ。よし、ローレルを助けよう。潮風の道。見ろローレル、お前を助けに来るものが見えるか。どこにいるんだデビリ。見えんな。お前の希望が私のブーツの下で砕けるのが見えるだけだ。まあいい。あいつは無視でいいのかよ。まだそこにいるのか。どこだ。なぜ諦めた。あ、いた。ローレルあんな感じで連れてかれてんだ。引っ張られて。やらなきゃダメだな。殺してる。種を手に入れたのよ。奴を止めてお願い。よし来い。大気の視界を手に入れたぞ。そして種もな。お前は失敗した。あとは死ぬだけだ。岩を動かせるのはローレルだけではない。潰してやるぞ。
この牙で奴らを引き裂け。それだ。終わらせてやらん。石の下で眠るがいい。お前ごときに大きな獣などいらん。お前は獲物だ。
ものか。我が力を恐れよ。行って当たった。やっぱミディが生きてくる全然違えな。耐えろ耐えろ。逃がすものか。よしやれた。よし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 。この男は苦痛をもたらす疫病だった。それでも父がアークドロイドデビリックを抱擁しますように。大丈夫だったかローレル。サークルはそれぞれ自分の種を持っているのに、なぜファイアソングは殺人に手を染めてまでよその種を奪おうとするの？理由がどうあれ、アークドルイドデビリックにストーンロアの種を手に入れさせはしない。エルダータイドの種も無事だといいんだけど。これでファイアソングドルイドは止まったのか。アークドルイドデビリックは阻止した。でも彼が単独で行動していたとは思えない、うん、きっとこれで終わりじゃない。ファイアソングはまだ止まらないはずよ。あなたがいなかったらストーンロアの聖なる種を奪われるところだった。助けてくれてありがとう。これを受け取って。ありがとう。ユレフが無事だといいけど、しばらく彼と連絡を取れていないの。あんなことが起きたから。ユレフね。アークドルイドデビリックとファイアソングはなぜこんなことをするの？たくさんの死者が出て居留地は壊滅状態よ。再建には長い時間がかかる。種をどうするつもりなんだ？ガレンに持っていくわ。ガレン？この種を守ることは私たちの義務だし、ここは安全とは言えない。実際あんなことが起きたしね。これをどうするかはアークドルイドが決めること。でも種はまた封印されることになると思う。アークドルイドデビリックは種を欲しがる理由を言ったか？彼はただリーダーが自分をイフレに選ばれし者としたと言っただけ。でもイフレがあれほど忌まわしい根の腐ったものを選ぶはずがない。なぜ彼がこの種を欲しがるのかは未だに疑問よ、うん、種を調べたいのならファイアソングにだって種があるのに。そうね。居留地を再建するのか。残念だけど私の仕事じゃない。私は聖なる種の研究に来ただけだから。
手伝いたいとは思うけど、雑草ではなく花を摘み取ってしまう可能性が高いわ。なるほどね。ここを再生するのは巨竜。ああ、話止まっちゃった。ユレフが無事だといいけど。残念だけど私の仕事じゃない。私は聖なる種の研究に来ただけだから。手伝いたいとは思うけど、雑草ではなく花を摘み取ってしまう可能性が高いわ。ここを再生するのは居留地の番人たち。これからは彼らが霊魂の世話をするの。他のドルイドのクランに教えるのか。私たちのアークドルイドに聞く必要はあるけど、エルダータイドサークルに連絡してもいいわね。情報や助言をくれるかもしれない。今回の件を考えると、ファイアソングと対話を行うことはないでしょうね。でもドラオイフェにはこの件を伝える。私がやるわ。ドラオイフェとは誰だ。それぞれのサークルから最も影響力のあるドルイドたちを選出して作られた評議会よ。なるほど。紛争を調停し、3つのサークル全体に関わる問題を処理する組織のこと。この件を彼らのところに持ち込んで、アークドルイドデビリックとファイアソングの処遇を決めてもらうつもりよ。なるほどね。デュレフを知っているのか。ドルイドのガレンへの旅路の一部を記した記録を見つけたの。奇妙よね。なぜ旅路の一部だけを記録するのか、デュレフに調査をお願いしたのよ。なるほど。彼が冒険を楽しんでいるといいけど、また彼の話す物語が聞きたいわ。というわけでね、アーセンルートイリューチでね、恐竜地か、はこれで終わりで、これでドルイドローレルと知り合うことができたよということだね。なんかだから、もしかしたら導入クエストでちょっと関わり方が変わってくるかもしれない。これが種なんだ、この抱えてるのが。抱え方独特だね。ねえ、なんかこう両手で包み込むんじゃなくて、左手はなんか下に添える。まあいいや。しっかりするんだ。探索が待っているぞ。おお、デュレフ行った。なんて不運だ。地図にない島にナンパするなんて永遠に見つけてもらえないかもしれないぞ。運命のいたずらに思いを馳せている暇はないぞ。我々を襲ったあの嵐がこの島から出てきたのを見たか。どうやら探している答えに行き着いたかもしれん。どんな質問への答えを探してるんだ。俺はある友人の手伝いで、古代ドルイドーのハイロックからシストレスまでの航海を調査していてな、航海記録はアビシアン海を渡る途中から始まっている。ちょうど今我々が立っているところだ。なるほどな。なぜ本がここから始まっているのか調べたい。あの嵐が起きた理由もな。どうやって調べるつもりだ。それをそれは一緒に考えよう。この島に漂着したのは我々の運命だ。まずは島を調べて手がかりを探そう。あの嵐を引き起こしたのが何かは知らないが、すぐ見つかるはずだ。それ以外のものは報酬として自分のものにしていい。調査に満足したら俺が作ったこのイカダで出発しよう。なるほど。嵐の原因とドルイド王とのつながりを調査する手伝いをじゃあしようか。ターバの息吹を称えよ。まだ俺に冒険を与えてくれるとはな。それでだ、島の中央にある崖が見えるか。手分けしてあれを調べよう。分かった。俺は東に向かうから、お前は北を頼む。あの嵐を召喚した可能性のあるものを探すんだ。あるいはドルイドっぽいものなら何でもいい。ドルイドっぽいもの、ここに導いた研究についてもう少し話してほしいんだ。ドルイドの友人ローレルは古代の歴史を掘り返すのが趣味だ。このところ彼女はドルイド王カソレインというものに夢中になっている。大昔この王は民をシストレス諸島に導いた。ローレルは王の旅路を記録した本を俺にくれたが、本は不完全だ。何の研究を頼まれたんだそれ。ドルイドがドルイドたちを率いてハイロックを出た時の出発点だよ。彼女は王の道をタムリエルからイフェロンまで辿っているが、壁に突き当たったそうでな。調査が進むような何かを見つければ彼女は喜ぶだろう。正直言うと俺はそんなによく知らないんだけどな。そんなによく知らないならなぜドルイドローレルに依頼された。
いい質問だな。魔術師ギルドへ入る前、俺はアビシアン怪獣を後悔していた。俺よりこの海に詳しい者はいないと言ってもいい。ローレルはドルイド王の旅路をたどりたいと思ったが、そこで都合よくこの海をよく知る年老いた海賊に貸しがあったってわけだ。なるほどね。でこの島は何なんだ。どうやら俺たちは悪名高いグレイブンディープの内部を見つけたようだ。こんな小さな島では伝説に見合うとは言えないな。まあ俺たちを襲ったあの嵐の速さは伝説の通りだったが、あの崖を登ればもっと詳しいことがわかるだろう。なるほどね。グレイブンディープの伝説についてもう少し聞きたいんだが。伝説というより警告かもしれんな。警告？グレイブンディープはどの海賊のアビシアン地図でも空白の場所だ。あそこに入るな、さもないと海から消されてしまうぞと言われる。朝霧が太陽にかき消されるようにな。なるほど。伝説を信じたのか。ある意味ではな。俺は小さい頃から多くの人にグレイブンディープの警告を聞かされてきた。そのうち警告は一人歩きして真実になったのさ。船乗りにここへ行けと言おうものなら即座に船底くぐりの罰を食らうだろうな。なるほどね。で、あの嵐について考えは。飢えているかのように突撃してきたな。これまでで最悪の嵐じゃなかったが、最速だったのは間違いない。だが周りを見てみろ。浜辺の残骸は俺たちのものだけじゃない。この嵐は以前にも繰り返し起きていたんだ。うん。ここに導いた研究についてもっと詳しく聞かせてくれ。ドルイドの友人ローレルは古代の歴史を掘り返すのが趣味だ。このところ彼女はドルイド王カソロインというものに夢中になっている。これ聞いたな。大昔この王は民をシストレス諸島に導いた。ローレルは王の旅路を記録した本を俺にくれたが、本は不完全だ。ドルイド・ローレルのことは知っている。アーセンルーと居留地で助けた。ああ、ターバの風が俺たちを引き合わせたんだろうな。俺は最近じゃ人の判断をローレルに任せるようになっていてな。彼女がお前を信頼するって言うなら俺も信じるよ。で、あの居留地のことをどう思った。俺が訪ねた時は静かな場所だと思ったが。ファイアソングドロイドが攻撃して破壊した。そこにいたストーンロアドロイドは多くが殺されたのかな。なんだって。居留地が破壊されたのだろ。ファイアソングの犬どもめ、どうか教えてくれ。ローレルは無事か。奴らは彼女を襲ったのか。ドロイド・ローレルは無事だ。ファイアソングドロイドから救出した。よかった。ここしばらくローレルとは話していないんだ。今回の旅の準備で忙しかったからな。教えてくれてありがとう。もう借りができてしまったな。これ多分彼女が無事だって言うなら目の前の任務に集中できる。これ多分聞き方が違うだけで全部聞いてる話だな。よし行こうか。すごいね、船の墓場みたいなとこ。それさえなければ綺麗な場所なんだろうな、きっと。ティスの首にかけて。ワーズの機械だ。すぐお前のところに行くぞ。ハドリッドを片付けたらな。もらっちゃった。くれ、ピッチをくれ。
あ、やべ。ちなみに私もビビってる。これ、あ、これか。どういうタイミングなのそれ。どういうタイミングなのよ。どこ行った？え？え？なんで？ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。え？嘘でしょ？なんで？ちょっと待って、やる気なくなるんだけど、こんなことされたら。なんでお前もらってねえんだ。くらえ。どっちだ。よし、やれた。あなたに会うまでこんなに戦ったことなかった。やれたやれた。こう、いや嘘だろ、あいつ一回なんなん。ハッチを開こう。やり直しみたいになんなん。マジでイラッとしたな、あれ。リュルフ話せないのか。ますます興味が湧いてきたな。思ったより湿気がある。ここの机を見てくれ、髪が散らばっている。何、変だな。どれ、ドワーフじゃないな。先を見てきてくれ、すぐ追いつく。わかった。あ、デルフ話せる。古い記録、生命文、文書などがここに散らばっている。俺に読めるってことはドワーフのものじゃない。多くはブレトン由来だが、ハイエルフが書いたものもいくつかある。だが大半は水に濡れていて読めないな。きっとナンパした他の者たちが残していったんだろう。だが彼らに何があった？この場所は何者が作ったと思う？ドワーフだ、間違いない。俺は専門家じゃないが、ドワーフの建物は外見でわかる。それに荒れ果てているのもドワーフらしいだろ。だがなぜ海の真ん中なんだ？奴らはここに何を隠している？謎は深まるばかりだな。次は何をすればいい？この文書に目を通したいな。どこかの迷った船乗りがグレイブンディープの秘密を見つけた可能性もある。なるほど。ひょっとするとドルイドーの情報は水の上に浮かんでいるのかもしれん。可能性が低いのは分かっている。だがここに何かあるという勘が働くんだ。その間はどうしようか。他にも文書や生存者がいないか調べてみろ。それから先を偵察して危険がないか調べてくれ。あのハドリッドたちはここを巣にしていたかもしれない。こういう場所にはドワーフの罠があるって話を聞いたことがある。手足をなくさないように気をつけろよ。他にドワーフについて知ってることは？詳しくはないよ。彼らは俺たちよりずっと前に存在していて、そして姿を消した。だがそれくらいタムリエルのどんな子だって知っているさ。お前だってそこら中に散らばったドワーフのガラクタを見てきただろ。故郷に戻ったらドワーフについてもっと本で調べてみるのもいいな。他に知ってることはあるか？海の上ではドワーフと関わることなんてほとんどなかったよ。まあそうだね、船をちょっと襲って交易商人からドワーフのアーティファクトを奪った程度だな。魔術の勉強を始めた時は防御呪文に力を入れていたしな。古代の研究には興味がなかったんだ。うん、まあじゃあ先を調べてみる。いきなりなんかさっき言ったような気がしたけど、骨の巨人みたいなこの辺り。なんかちょっと気になるな。あ、宝箱あった。そんなことを していたら。よいしょ。拾ったものは私のもの。私のものだ。お前にも分けてやるけども、私のものだ基本的には。おっと、
何か見つけたぞ。拠点のコアへの道を記した地図だ。え？ああ、くそ。これがコアなのか。扉が塞がれているな。塞がってるな。見ろ、壁に穴が開いている。確かめよう。どこに？どうしてそれが分かったんだ。壁に穴が開いていること。このトンネルは洪水にやられたんだ。海にかなう者はいない。また拠点の音が聞こえる。歯車の音と。いいぞ、また穴だ。戻ってきたな。ああ、ボスだな。体勢を立て直す。ベヒーモスと遊んでこい。お前はなんで戦わねえんだよ。ああ、ガードできてね。またなになになに今の。なんで、まさかやばい。これ終わった。これもらって、これ捕まったらダメなんだな。俺逃げたのにクリティカルチャージを骸骨に当てちゃってエリアに戻ってきちゃうっていう。そりゃダメだわ。やりやすいのはやりやすい。はい、離れますよ。開いた。あ、大丈夫だ。死にはしない。あ、終わった。ちょっとさ、本当ごめんだけど、本当にスキルが出なくなるとか、なんかデバフもらってそうなってんのか知らんけど、なんかそんな感じじゃない。他のスキルは出てたけど、ウルトが出ねえとかさ、ちょっとイライラするな。さすがに。さらに地下深くへ。さあ足場に乗れ。よし、レバーを引いてくれ。下にポーンと落ちるやつだね。この管はマジカを下に流しているんだ。この古い建造物の地下深くに。だが何のために？おそらく我々が見た嵐を発動させるためだろう。無から生み出されている。だがこの広間にはアンデッドしかいなかった。一体こいつは何の機能を果たしているんだ。なぜ力が嵐を作ったと考えている？俺ぐらい長く後悔していればとんでもない出来事を目にするものさ。船よりも長い生物が波の下を這うのを見たことがあるし、全身がサンゴでできた男や空を飛ぶ魚だって見た。それに比べれば呪文で嵐を召喚するなんてのは普通の範疇さ。この管が関係しているのか。管がマジカを吸って下に流しているなら、何かにマジカを供給しているはずだ。ドワーフが絡んでいることを考えると、何かの巨大な機械だろうな。魔術師ギルドの増殖にはそういうものについての物語が多くある、うんうん、まあもうすぐわかるさ。ドーン。いやー、助けてくれ。水だった。なんかあれ、ちょっと待って。なんかドボーンってなって、だいたいさ下にズブーンって下がるんだけど。
まあ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 いいか。というわけで海の中だな。すごいね。でかい魚なんだろう。クラゲがあそこに。まあいいや、行ってみましょう。大丈夫かデュレフ、まあ、あんな水しぶきを浴びたのは久しぶりだ。そういうことじゃなくないあんな高いところから落とされたってことを嘆かないのか君は。祝福したまえおい、海の底を見てみろ。え、海の底だ。これが海の底だよな。話せないのか、うん、うん、もう話すことないみたいな。レイスか。信じられん、こんなに美しいだなんて。綺麗だね、確かに。すごい。知らなかったよ。先に行ってくれ、すぐに追いつく。すごいな。心臓を取ってやる。え、あ、なんかいるぞ。話しかけれる。なんだろうこのモチーフ。心臓を立って。この海域を後悔するなと言ったのに。なんか嘆いてんだね。ここに、あ、なるほど、沈められたんだこの船。その船員さんかなんかかな。リュウ話せんか。この管はマジかを下に流して。同じことだ。ここにもいるぞ。話しかけれないのかな。お姉さん、すごいな。苦痛を消してほしい。消えないの。止めて。どうしたら止めてやれるんだ。もう一度光が見たい。ここは暗すぎる。ダメか、触れない。彼女の嘆きを。終わることはない。お、でっかいマットクラブいる。動いてるよ。面白いね。まさに魚のようだな。あれボスかい。いや、なんかあれ消えた。誰かが探してくれてるはずでしょう。よし、拠点の中心に行こう。お、これだな。中央のコアはあの、くそ、ここも塞がってる。塞がってるな。どうするんだ。一緒に来てくれ。遊びで新しい呪文を作ったんだ。遊びで役立つかもしれん。そんなものが信用できるのか。遊びで作った魔法なんぞか。しかももっと海賊の。このポータルに入って中央の部屋まで歩いていけ。空気のことは気にするな。え、空気のことは気にするよ。そりゃ海の中だもの。ダイビングポータル。おー、そういうことでした。あ、ちゃんとミリもミリもちゃんと泡に包まれてる。よかった。やっぱり歩みが遅いね。これ何。あ、ジェントクラム。あ、でも開けれないの。あ、開けれるじゃん。え、ベルセリックの黒真珠手がかり見つけちゃった。ありがとう。なんか知らんけど、ちゃんと魚だ。こういうところに宝箱あったりするね。ここで敵出てきたと。あ、戦闘できないねこれ、うん、ここで襲われたら終わるみたいな、そういうこと。あ、一応でも触れるわ剣は。あ、宝箱ほらね、こういうこと。
た甲斐があったよ。ちょっとゴミだったけど入ってた。ここでメリーと話せるのかな。何かある？ちゃんとなんか泡越しに喋ってる感じするね。綺麗だな。一人称だとこんな感じ。何あれすごくない？ちょっと何あのタービンみたいなの。今からあそこに行くんでしょ？あの、そうだ、あの下だもんね、向かってるの。晴れた。ちょっとこっから様子見てみようか。何をしてんのか。何かを呼び出しているのかな？こういう船の残骸のところに宝箱なんてもんはあるじゃない。だいたい裏側行ったら宝箱あったりするんじゃないの。これなんかこれ行っちゃダメなんじゃないの。ここ行ったら死ぬやつじゃないの。これ大丈夫。ちょっと行ってみる。ダメだ、死ぬわ。絶対死ぬわ。泡がパンって消えて水圧で圧死するわ。ないね、宝箱ね。残念ない。中入ろうか。だからよ、ついにここまで来たか。よし、戻ろう。ドルイド・アンワスの記録。私、カソレイン王の忠実なる、しもべ、アンワスは、ハイロックを去る我らの旅を記録することを誓った。私たちは故郷にも歴史にも、永久に残るような民ではないが、この旅は永遠に、栄誉に値すると信じている。私たちは新しい自治領を築くことを目指している。残酷なよそ者の邪魔を受けることなく、ドルイドが、繁栄し、信仰を実践できる場所。我らが王は海を越える、船旅を、導き、私たちは心に喜びをたたえて王に従う。恐れてはいないし、むしろ希望に満ちている。出立前、カソレイン王は私たちの前から姿を消した。最初、多くの者が置き去りにされたと思い、不安になった。しかし私は違った。王は決して私たちを見捨てない。外出したのは私たちのためを考えてのことだと信じた。王がついに帰還なされた時、私は自分が動じなかったことに大きな誇りを感じた。王に直接問われることはなかったが、私が信じていたことは伝わっていると思う。3日目、海に出てたったの数日だが、士気はまだ高い。私たちは毎朝集い、イフレに祈りを捧げる。我らの旅路を導く強い風を、そして腹を満たすための魚を求める祈りだ。今のところイフレは私たちの願いを叶えてくれている。今日夜の夕食中、王の駒使いのベトリスと相席する幸運が巡った。彼女はおそらく私と話している時、少々ホットワインを飲みすぎていたが、それが笑顔をより美しくしていたので気にならなかった。彼女はふと、出航前に不在だった王に同行していたと口を滑らせた。グレナンブラのウィルドを訪ねていたらしい。最初私は彼女の話を疑った。ありそうにないことだと思ったからだ。彼女は私が不信を示したことに少し傷ついて、語気を強めた。
私はできるだけ穏やかにその会合の目的にを聞き出そうとした。王の行動はついて知る権利など私にはなかったが、好奇心に負けてしまったことが悔やまれる。ベトリスは会合の理由についてはほとんど知らないと言ったが、それは本当だろう。王はいつもただ、恩寵があったと答えるだけだ。出過ぎた質問をしたのに気がついた私はワインを注ぎ足し、継ぎ足し、潮風の匂いに、話題を移した。15日目、結構経ったね。アビンシアンの航海は続き、風は基本的に私たちを南に運んでいった。私たちの船は他の船からだんだん離れていったが、物資はまだ豊富だった。海上で過ごす時間が長くなることを予期して必要になりそうなものすべてを貯蔵しておいたのが役に立った。あの最初の夕食以来、私はベトリスと多くの時間を過ごすようになった。彼女は素敵な人だ。この記録の目的とは無関係なので友情については細かくは記さないが、私たち全員が互いに、対して感じている親愛の情の一例として伝えておきたい。いや全員と言ったが、ベトリスは私たちの仲間について、懸念を表明したサイルだ。彼はイフレの命の祝福の終焉を専門とした闇の技を研究している。これは真っ当な研究領域であり、多くの信者がこの道を信じている。しかしサイルにはどこか不安を感じさせるものがある。彼は情報に飢えているようだ。飢えているように見える。王のため彼には目を配っておくべきだろう。32日目。うん。だいぶ経ったね、またね。風に運ばれて私たちは、とても小さな孤島へとたどり着く。多分ここだろうね。船団の痕跡は見当たらない。私たちは手短に探索と、物資集めを行ってから再び出航することにした。島ではドワーフが作った入り口があった。私たちの民はドワーフとあまり接触したことがない。生き方についての考え方が根本的に違うので出会う機会がなかったのだ。私自身もドワーフを見たことはない。だが彼らの技は見ればわかる。これを書いている間もサイルは扉を開けるよう主張しており、かなり、強固なようだ。正直に言うと不安だ。ベトリスがここに来てくれてよかった。彼女がいると心が落ち着く。それにもし何かあっても彼女は杖の扱いに長けている。何日目か分かんない。今が何日目か分からない。私たちはサイルの要請に折れて、ドワーフの扉を開けた。扉には金属と石で作られた曲がりくねった迷路のような洞窟へ通じていた。中には誰もいなかったが、アルケインの力がうなっていたか。サイルは先を走っていった。彼は私に見えない何かを追っているかのようだった。まるで奥へと、招かれているみたいだ。私たちは隠された危険を警戒しながらも彼を追いかけた。だが暗闇の中で見失ってしまった。彼の呼び声が、時折聞こえてきた。歓喜の叫びか、あるいは怒りの声か、意味をなさない叫びだった。ベトリスと私はグループの残りの者たちから離れてしまった。ドワーフの機械のうなる音の奥に私たちはどちらも、甲高い小玉を聞いた。サイルに違いなかった。私たちはこっちに戻ってこいと呼びかけた。私たちはこっちに戻ってこいと呼びかけた。広間をさまよい、海底を眺めていると、かつて仲間だった者の姿が目に入った。彼は変化していた。深淵で何をしたのか。肉体が取り除かれ、霊魂だけが残されたのだ。恐ろしい光景だった。これ以上考えるのも、書き記すのも気が進まない。背後からサイルの声が近づいてきたため、私たちは逃げた。私たちずっとこのおぞましい場所を出るため、動く床を探していたのだが、迷子になってしまった。歩き回るほど声は近くなっていった。もうこのトンネルに隠れるしかない。休まなくてはならない。なぜイフレは私たちをこんな恐るべき場所へと導いたのか、自問し続けている。これは試練なのだろうか。このような形で私たちを試すのは残酷じゃないか。仲間をあのような怪物に変身させ、私たちの心に、私が愛する女性の心を恐怖に打ち込むとは。だが私はまだ信じている。王はこの邪悪から私たちを救ってくださるだろう。
他の船が戻ってきて私たちを見つけてくれるはずだ。もう少しで私たちは緑に輝く新たな故郷を目にするのだ。ただ…てんてんてん。なるほど。行こうか。攻め回復しとこう。この後多分ボスだろう。裏後ろの。これが私が開けた口の中に飛び込んでくるとは全く親切なことだ。リッ、どこから話してるんだ。デュレフ。ああ、いるいる。お腹入ってこい。汚ねえぞ。自分ばっかり安全なとこにいやがって。あ、追いかけてくるやつ。人間では太陽もお前に届かない。あ、残るんだね。何です。真の恐怖を見続けろ。恐怖。なんだあの。あ、やばい。え、何をもらった今。スタミナを回復しないと。ガードって時に使えない。ガードできな、これ。うー、なんだ。なんだこれは。なんかあったな。これは、この人は。あ、なんかやっぱこういうことだ。こういうことです。この人たちを戦闘になりそうだね。助けんのかな。これ何。これを、これなんか入れちゃダメなやつだと思う。多分。あ、待って待って待って。待って待って待って。待ってくれ。これ遠隔欲しいな。ミリーも戦ってくれるね。よしよしよし。これで肉の精霊が出てきちゃう。カード。暗闇はお前の光を飲み込む。ここガード。お前の魂は不死者のものだ。これはガード。これは、待て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 。なんかお前なんかくれんじゃないのか。抜け出して。関係なかった。何だったんだろう今の。ガードガード。深淵では太陽もお前に届かない。そうだな。勝てんじゃないこれ。
どういった？出る。来た。死体だ。何か持っている。これは記録だな。そうだな、さっき読んだ。ターバの翼にかけて。こいつだ。ドイツ。それが欲しかったの。デュレ、ここ何なんだ。こいつはローレルがお気に召すぞ。ドルイドーの船員が書いたんだ、うん、ドルイドーがグレナンブラを去る直前の王とウィルドの会合について記されている箇所がある。そうだな。彼らはこのドワーフの機械を調査するために立ち寄ったが、何かが起きて。どういう意味だ。お前が戦ったリッチはドルイドだったらしい。船員全員を殺そうとしたようだ。まあ陰惨な話はもういい。今日は本当に運が向いているぞ。俺は欲しいものを見つけたし、お前は冒険をした。ほら、俺が見つけた財宝を少し受け取ってくれ。報酬だ。少しなんだ。ありがとう。記録はこの島をドワーフの機械として記している。彼らは天候を操作するつもりだったんだ。うん、それなら嵐を生み出せる説明がつく。魔術師ギルドの者をここに派遣して停止させよう。これがブレイブンディープの最後になりそうだな。なるほど。嵐がこの機械から生まれたと思うが、機械違うけど感じが俺の意見としてはドワーフの機械の仕組みについて早合点はしたくない、うん、地図なしではその核をどう探すか見当もつかん。核があるのかもわからない。この記録の内容からするとドワーフはここで天候操作の実験をしていたようだ、うん、巨大な嵐のような天候をな。なるほど。なぜリッチは嵐を作り続けた。うん、調べる価値はあるな。この拠点の広間には多くのアンデッドがいた。あのリッチが船を難破させて軍団を作ったのかもしれない。あるいは船乗りの魂を食うためか。ああいう怪物は陰険な手段を使うからな。ギルドの仲間に調べてもらおう。なるほどね。記録に言及されていたウィルドについて何か知ってるか。面白い人たちさ。ハイロックの森に住んで木々を崇拝している。俺も何人か会ったことがあるが、ベルダーマのウィレスとは仲がいい。ああ、なんだ。ウィルドとドルイドが厳密に言ってどう違うのか俺にはよくわからん。だがこのことはドルイド・ローレルに言わないでくれよ。なぜドルイド王がウィルドと会ったことが重要になるんだ。それはローレルに聞くべき質問だな。記録の著者は彼らが会ったことに驚いているようだ。まあそんな感じだった。俺にはさっぱり理由がわからん。ローレルに本を届けたら彼女が会合の意味を教えてくれるんじゃないか。同じなんかあれだったんじゃないの。枝分かれしてしたのがドルイドとウィルドなんじゃないの。そう思ってたんだけど。でこの島をどうやって出ればいいんだ。まずここ海中だ。考えてあるさ。俺が作ったイカダが浜辺にあるのを。いやまあそれはいいんだけど。頑丈さを保証するぞ。俺は長い年月の間何度もああいう船を作ってきたんだ。それで何度も命を救われた。このポータルでそこまで戻れる。それからイカダで帰ろう。なんだポータルがあるのかよ。その前にちょっと調べさせてくれ。結局この赤いなんかこれわけわかんなかったね。なんかこれもしかしたら VH とかになってくるとなんか何かあるのかもしれないね、うん、特になんかあるわけじゃなさそうだな。なんか装置はあるけどこれな。このちょっと待って、本も何もついてないんだけど大丈夫なのか。まあいいな。出よう。